リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、本日は5月15日水曜日でございます。帰ってきたらロペがね、脱皮を途中で諦めておりました。はい、ちょっとね、脱皮の皮を剥いてあげつつハンドリングしようかなと思っております。ちょっと片手でやるのは難しいかな、嫌がるもんね、さすがにね。すごい綺麗なんですよ、なんか脱皮した手の時のこの体ね。わあ、これ脱ぎなさい。さっきね、軽く温浴はさせたんですけど、なんか脱皮をもう途中で諦めたっぽいですね。で、あんまりそっちは行ったりしないのよ。脱皮自分でしてくれたらいいんだけどね。まあ嫌がるよね、多少はね。そんなにすごい嫌がる感じじゃないね。あ、取れちゃった大きいの取れたね。これあなた追ってって取ろう、手袋取ろうぜ。それ手袋取りませんこと。はい、袋取りませんかと。お、いいねいいね、そうおー、ボロボロだけど取れたね。これは後であのロペ専用のね、あの脱皮皮を入れている瓶があるんで、その中に入れておきましょう。片手じゃやっぱできないね。いや、カメラ置けばいいんだけどさ。おすごい綺麗に剥けた。ロペたまに自分で脱がないの何なんだろうな。脱ぐよ。大きく暴れないからまだいいかな。ロペは大暴れしたことないね。結構おとなしい。まあ、たまにこうやってね、ちょっとは嫌がるけど。嫌がる子は本当に噛みついてくるらしいですからね。いい感じに脱皮取れそうじゃない、これ。はい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 、ください。綺麗に脱げましたね。細かいのは後でちゃんと温浴しながらかな。大まかなところは脱がせちゃいましょう。ほら、このまんま顔の周りがね、嫌がるんだよね。よいしょ、ちょっと頑張って。おお、上手、すごい取れてきたね。いや、で脱皮するとすごい綺麗でしょ。さっきまでさ、結構ちょっと白くなってたけどさ、こうなるのよ。綺麗すぎてびっくり。顔のところをこれ取りたいんだけどさ、嫌がるよね多分ね、そこはね。これ見て、取ろう、腕取ろう。腕が一番ね、心配なの、私。腕が一番心配なの。ね、腕取ろう。ほら。はい、はい。おうっそ、あんた自分で脱いでくれたの、最後。はい。頭のところが取れました。頭のところこんな綺麗に取れたの、初めてだよ。ただ、音浴させてたから、ちょっと
むにょってくっついちゃうかな。ほらこれ下顎、こっち上、わかる、ほら、え、すごっ、え、こんな綺麗なの抜けたの初めてだよ。君野生をもう忘れたね、完全にね。普通あれなんでしょう、君たち食べるじゃない、自分の脱皮から。綺麗に脱げました。ちょっと体を見せしてもらっていいですか。どっかむき漏れはないですか。あ、ないですね。指先も見せてもらっていいですか。あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。大丈夫ですね。ちょっとお腹を見たい。ごめんね、あんまり好きじゃないだろうけど、ちょっとお腹、あ、嫌だったね。ちょっとお腹の方見せてもらっていいですか。あ、この下のここのところにちょっと皮がついておりますね。それは後で温浴しましょうか。それ以外は大丈夫かな。お、ちょっと今怒ったね。ごめん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 、ね、こうして、あ、違うのよ、違うの、ちょっとね、お腹だけ見たい。あ、ちょっとだけお腹見して。普段ね、お腹のところなんてもうここぐらいかな。他は大丈夫だね。シフォン綺麗に向けてますね。いや、まさか片手でやれたよ。脱皮からいっぱいここにあるけど、これは後で瓶にしまっておきましょう。どう、綺麗になったよ君ね。君綺麗になったよ。知ってる？君綺麗になったんだよ。君は綺麗だ、綺麗だよ、綺麗だ、君は綺麗だ。何の歌だこれ。うん、綺麗だね。うん、変に太ることもなく、ただ最初来た時よりはでかくなったね、確実に。よいしょ、ちょっとだけ手に乗って。うん、綺麗だ君。脱皮お疲れ様でした。はい、ということでね、今日は、ロペ様の脱皮動画でございました。こんな綺麗にね、脱げるとは思わなかったね。はい、こっちが脱皮から、これロペさん、こ、今回はね、脱皮から全部残ってるね。なんか横のね、この横っ腹のところだけ切れてたんで、本当に全部残りましたね。いつもこれを跡形もなく食べちゃうんですが、うちの子は結構、うん、私やってること多いかな。意外と脱皮殻が残っております。こんな人に慣れて、たまーに嫌がるけど、もうベタ慣れだよね、あんたね。こんなことしても怒んないもん、ほとんど。まあね、レオパを怒らせるっていう方がなかなか難しいと思うんだけど、でもやっぱり中にはね、こう噛みついちゃうタイプのレオパとかもう全然いるし、こう脱皮をね、手伝おうとしてもすごい嫌がって尻尾ブン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 振ったりとか、あとはびっくりしすぎて尻尾を切断しちゃってね、自切しちゃう子とかもいるんだけど、あのこいつ自切も全然する気配ないし、綺麗な尻尾でしょ。そう、自切もしてないし、そう、こんな風にね触ってもそんなに嫌がらないし、私君に噛まれたことないし、そして一回も餌と間違って噛んだこともないもんね、あんたね、私のことをね。あんた優秀よ、ほんと、うん、ほんとこの子にお迎えしてよかったと思ってます。お迎えするときにお店にね、何匹かいたんですけど、ビビッときたんだよね、この子に関しては。もう、え、この色かわいいと思って。で、ね、ここの模様好きなの、このここのね、3点のこのなんか模様がね、すっごい好きだったのね。だからね、ほんと最高。はい、ということでね、本日はロッペ様の動画でございました。はい、次回ね、また次の日の、リント日記でお会いいたしましょう。ということで、以上リントでした。バイバーイ。ブレてるね。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。